電電池と電流のの内部抵抗の測定をしてみましょうまず回路の説明ですけども炭酸のアルカリ電池が2本あってそのプラスから電球に行って電流計が直接直列につながっていてマイナスにつながっています。今はあ電球が外してあるので電流計の値0ですね。 ちょっと電球をつけてみましょう。電球をつけるとこんな風に電流の値が出ます。こちらは電圧計ですけどもおさっとお測定するためにプラスはもう接続してあります。では電球が消えている状態で、えー、現地の電圧を測ります。3.128ボルト えー、電球がつけた状態では電圧が変化していくのでさっと電圧を測るように気をつけますでは、えー、電球をつけますまず電池の抵抗あ電池の電圧 2.99V、えー、電球の両端1.46 これで計算ししてみましょうそれではいろいろ計算してみましょう。電球が消えている状態での電池の電圧は 3.128V でしたね。ですから電池の内部にある起電力は 3.128V ということになります。電球がついている状態での電池の電圧は 2.99V でしたね。 その時の電流は動画では測る,測るの忘れたんですけども、後で確認すると2 9 9トの時電球がついていて、電流は0 2 6 7アですえ。では電池の仕事率はいくらでしょうかえ計算したい人はあ一時停止してやってみてください。えー、っと、えー 電力 P を VI ですから、電池の電圧2 9 9ト、その時の電流が0 2 6 7アですから、えー、電池の仕事率はその掛け算で0 7 9 8トとなります、えー。電池の内部抵抗はいくらか。えー 電池の内部の起電力は 3.128V ですけども、電球をつけると 2.99V まで 0.14V 下がってますね。この下がっている 0.14V が内部抵抗にかかっている電圧です。内部抵抗をオラージュアールとすると、オームの側 V イコール IR に入れて、電圧が 0.14V、電流が 0.267A。 そうすると R は0.52オームとなります。1本あたり0.26オームですね。電池の内部抵抗っていうのはこんなぐらいです。では、電球がついている状態での電球にかかっている電圧は 1.46V でしたね。結構小さかったですね。では、電流系の内部抵抗を設、えー、計させてみましょう。 電池の両端が 2.99V で、電池、じゃた電球の両端が 1.46V ですから、この差の 1.53V は、これは電流計にかかっています。ですので、電流計にかかっている電圧が 1.53V。電流計に流れている電流が 0.267A。電流計の内部抵抗をラージア R とすると、R は5.73オン。 結構大きいですね、えー。だから電球にかかっている電圧と電流計にかかっている電圧はほぼ同じです。まあ、だから電球がついている時のお電球の抵抗も、まあ、ほぼこんなぐらいです。まあ、この電流計は5.73オームでしたけども、まあ、これは電流計によってもちろん様々です。えー、物理の問題ではよく電流計の抵抗を無視したりしますけども、 実際にこうやって測ると結構ありますね。えー、では、電球と電流計で消費される電力はいくらか。えー、電力 P イコール VI ですから、電球の場合には 1.46V、0.267A で 0.39W です。電流計で消費される電力は、電流計には 1.53V。 電流は同じで、えー、消費電力は 0.409W となります。では、電池の内部抵抗で消費される電力はいくらか。これは先ほど、電,あそか電,池,の電池の内部抵抗にかかっている電圧は 0.14V で、電流が 0.267A ですから、 電池の内部抵抗にかかっている電あ、電池の内部抵抗で消費される電力は0.038ワットですね。まあ、これは、あの、普通、電池のパワーには含めません。これ中の話ですから、電池から外に出てきている部分、電池から取り出せる電力としてはこっち側ですね。0.799ワット、えー。先ほど計算しましたけども、 こ,のこれは電球の消費電力と電流,電流系の消費電力の合計になってますね。では最後。えー、もし電球や電流系の抵抗を自由に変えられるとしたとき、電池の仕事率、パワーの最大値を求めよう。これはちょっと難しい問題です。やりたい人は一時停止してやってみてください。 電池の起電力をラージ e 値としては 3.128V ですね。電池の内部抵抗をスモール r 値としては0 5 2オームですね。電球と電流計の抵抗の合計をラージ r とします。まあ、これが求めるべき抵抗で、あというか、これは変数ですよね。うん、で、電池の仕事率っていうのは vi ですけども、v は あも電池の内部の起電力 E から内部抵抗で下がった分を引いたものが、電池の、えー、電池から取り出す、電池の外に出てくる電圧 V ですよね。で、えー、流れている電流が I と、うん。で、電流 I っていうのは、えー、と、んあ、そっかそっかそっか。そうかそうか 電流 i はあ、だいぶ、えっと、起電力 e を全抵抗 r、スモール r プラス r で割ったものですね。この i も同様です。で、えー、ど全部に e がありますから、e をくくると、えー、e 事情の 1-r マイナスプラス r 分の r、かける r プラス r, r ラー r r 分の1ですね。ここは、 1>, こいつえっと、1っての r プラス r 分の r プラス r ですから、それからスモール r を引くと r プラスラージ r 分のラージ r ですよね。うん、で、整理すると分母は同じですから、e 事情かける、えー、スモール r プラスラージ r の事情分のラージ r ですね。うんえー、これが最大になるとき、 まあ最大値を求めるんですけども、えー、変数はあこのラージ r ですね。で、ラージ r が0の時は、えー、消費電力もちろんゼロです。ラージ r が無限大の時も電流が流れないので、えー、消費電力ゼロですね。えー、ですから、どっかで最大値、まあ、極値を取るわけです。ですので、 この電力 P をラージ R で微分すると、極値ですから0になりますね。じゃあその時のラージ R の値を求めてみましょう。電力 P を、えっと、この電流と、電球と電流系の抵抗の合計、ラージ R で微分するとどうなるかっていうと、 まあこの E 事情ってのはただの定数ですから前に出てきて、問題、ここが0になればいいわけですね。ここが0になればいいと。うん。これは、まあ、の微分の公式を使うと <laughs>、え,っと,えっと、うん。R プラスラージアルのの R の二乗分の1プラス R プラス R3 乗分のマイナス 2R となります。 で、えー、両辺に r プラス r の3乗をかけると、えー、r プラスラージー r マイナス 2r イコール0となって、えー、簡単になりましたね。ラージー r が、えー、内部抵抗、スモール r と同じ時に、えー、最大値となります。つまり、えー、この電球と電流系の抵抗が0.52オームのとき、電池の仕事率は最大値 となって、その値は、まあこれらの値を入れると2.4ワットということになります。